ほどの背負い投げでここはちょっと慎重に組み手争いです。さあ宗田としてもなんとか優位な組み手をしたいところなんですが、足を出しながら新井が前に出ます。共に1本を取れる技を持っています。これはいいですね。そうですね、はい、それを持って相手を動かして送るよ。有効です。小内刈りか。今の新井が回り込もうというところ、うまくタイミングよく小内刈りで有効を取りました。宗田、宗田がポイントリード。残り2分を切っています。さあ新井、あーっとここで宗田がまた前に崩れてしまいました。さあ新井はポイントをリードされた。1回目出場の宗田か、6回目出場の新井か。ポイントリードの宗田、しかし下がってはダメです。新井は前に出る。技をかけに行く。どうだ、打ちました。あっと投げ捨てたが場外です。場外、いやすごい勢いです。宗田は今のところです、技の駆け始めはご覧のように場内、しかしちょっと足が出て、はい、この最後の内股は足が出ていました、はい、でも今のはやっぱりあの流れですから、はいはい、新井が外に投げ捨てる形になって、宗田は畳のないところ看板のところに体を押し付けていきましたが、起き上がれるでしょうか。試合時間は残り1分32秒。左足を痛めている宗田としてはかなり苦しい展開ですが、ポイントはリード。新井の最後の内股で場外ということになりましたが、さあ新井、いや何か壮絶な決勝になってきました。追いかけるのは新井です。大内刈りで有効リードしている宗田。さあ新井、大外、高い振り込み足。さあ防戦一方の宗田、副審2人が宗田への反則を要求しています。ここで指導です。もう一つあると待てがかかっています。待てがかかって残り1分9秒。西田主審のところに森山さん、中山さん2人の副審が行きました。その前に反則が来てましたかね。そうですね。さあ残り時間はまもなく1分ですから、まだ宗田リード。あ、組み合った。ちょっと技をかけにしますが不十分です。残り58秒。さあ優勝まであと58秒という宗田ですが、下がってはいけません。手を上げて耐えた宗田、しかし起き上がってすぐ技をかける。技をかける。新井すごい勢いです。新井の執念、残りは48秒。宗田は技が出ません。やっぱりここでやっぱり宗田にも意地を見せてもらいたいですね。そうですね、はい、宗田もなんとか前に出て技を出してほしい。ポイントリードしているな宗田。手負いに行く、手負い投げに行く。上から潰す宗田、待てです。40秒、残り40秒の攻防、すごい決勝になりました。ポイントリードは宗田、もう一つ。さあ追いかける新井は大外、いやーしかし体をひねり出した。不審の一人は反則を避け、2人とも要求しました。これでポイント並びます。ポイント並びます。新井の執念、これで10位、ポイントが並んだ。拍手に包まれる日本武道館。ここで新井が守りようじゃダメですね。そうですね、ここは出ないとダメです。さあ両者前に出たい。残り20秒を切る。組み合う、2人とも苦しい。技が出るのはどっちか。
頭を上げる。さあ技が出ない両者、このままいった旗安定、マインドル踏めた。残り2秒、勝負の決着は旗安定。赤が上がれば穴井、白が上がれば宗田、どちらが勝っても初優勝です。いやー、しかしポイントリードされた後の穴井の攻めは見事でした。ポイントこそ上げられませんが、どん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 前に出て攻めて、さあ結果は赤3本、穴井初優勝。11回目の出場、宗田悲願の初優勝ならず。勝って泣き崩れる穴井です。世界選手権の100キロ級の代表を決まっている穴井。しかしその世界